こんにちは、元適応障害当事者で心の専門家をやっているタケです。今回は以前公式 LINE 限定で行った特別セミナーのメッセージ部分のまとめ動画になっています。こんな風にセミナーの中ではありがたいことにたくさんの感想をいただきました。心が弱い、行動ができない、継続ができない、自分のやりたいことがわからない、人と関わるのが怖い、うつや適応障害で悩んでいる、心のことで悩んでいる、将来が見えなくて悩んでいる、このように少しでも思っている方は大切な内容になっていると思いますので、ぜひこの先の動画をご覧ください。はい、ということで皆さん、今回のセミナーお疲れ様でした。いや、最後まで参加してくださって、もう僕本当に感激してます。今ありがとうございます。これほぼみんなじゃないですか、最初から。いや、これってめっちゃすごいことで、こういうセミナーってだいたい1時間したら、まあ3分の1くらいの人はいなくなるんですよ。まあいなくなるちょっと言い方あれですけど。はい、じゃあなんで僕のセミナーに最初から最後まで参加してくれてるのって考えると、やっぱりそれだけ皆さんが人生一生懸命生きていたり、自分に向き合ってる皆さんだからこそ、こういうふうにねセミナーを開催できたかなっていうふうに思うので、皆さん本当にありがとうございます。いや、ちょっとね、最後にメッセージをお伝えさせていただいて、今回のセミナー締めていこうかなって思うんですけど、僕が SNS とかスクールを運営している理由をお話しさせてください。いや、そんなこと興味ないよって思うかもしれないけど、お話ししてください。今特にね、理由が思いつかなかったんですけど、でもね、絶対ここ皆さんにもなんか響くというか、皆さんの人生を豊かにする一つのピースになり得るんじゃないかなって思ってるんですよ。じゃあなんで僕がこのような活動をしてるのかっていうと、僕のビジョンはね、さっきもちょっとお伝えさせていただいたように、誰もが豊かで満ち足りた意味のある人生を想像できる社会を作るということなんですけど、まあ簡単に言うと、やりたいことをやれている、目標に進んでいる感覚がある、ネガティブとか鬱になっても大丈夫と思える社会になっている、この3つの条件を満たすことがこのビジョンなんですよ。じゃあなんでこんなことを思ってるのかっていうと、最初はね、3年前の僕はなんかようわからんかったわけですよ。適応障害って言われても、え、何適応障害みたいな、なんかそういうメンタルを克服する知識とかも別にそんなに詳しいわけではなかったんですよ。はい、でもちょっとだけ調べてみると、あ、なんか日本で例えば、じゃあ適応障害うつで悩んでる人ってどのくらいいるか知ってます？100万人以上くらいはいるっていうふうに言われてるし、うつ病だけでもその経済損失っていうのは2兆7000億円ほどあるって言われてるし、じゃあ2兆7000億っていうのはお金ですけど、それだけの人が悩んでる、苦しんでる社会問題になってるってことですよね。で、なんでそういう問題が起きてるのかって考えた時に、まさに今回のセミナーの内容だったんですよ。確かに日本はね、世界でも最高峰の国ですよ。だから病院もあるし、教育機関もあるし、学校とか会社とかも素晴らしいし、何もね、もうすごい素敵な国なんですよ。なんですけど、それでも病院によっても良くならないとか、社会復帰してもうまくいかないとか、仕事はできるんだけど、みんなから明るい人って思われてるんだけど、本当の自分を見せることができないとかっていう風に、トラウマやネガティブな自分や行動できない自分で、まあ、悩んでる人がいるということを知ったわけなんですよ。じゃあその問題はもう表面的な問題は気づいているのか気づいていないのか、これだけなんですよね。根本的な問題に対処できているのかできていないのか、これだけだったんですよ。だからこの僕の本当に亀の速度ですよ、正直言って。僕は別にそんなに優秀な人間ではないんですよ、残念ですけど。でもね、長期的に僕は絶対に勝ちます。諦めないし、やりきることができるからです。なんでじゃあそれができるようになったのかというと、心を学んだからです。はい、だから心を学んでいったり、自分に向き合うということが、あなたの人生、私たちの人生を変えていくし、それが経済的にも会社としても人材に投資をしているということが、売り上げも上がるし、会社のブランディングにもなるし、経済的に正しいということをこれから僕は証明していきたいんですよね。それを証明していくと、あ、心を学ぶのって経済的にも倫理的にも正しいんだ、教育的にも正しいんだっていうことがわかるから、人も動くし、社会問題、今困っている人も解決できるというか、豊かに過ごしていけるようになると思ってるんですよ。なので今は僕は心理のサポート、心理の活動やってますけど、これをやりきった後は、僕はその会社の組織構築とか人材マネジメントのコンサルティングとかもできるので、そっちに振っていこうと思ってます。で、それが終わった後は、やっぱりね、幼い頃の教育とかっていうものが、私たちの長期的ななんか人生とかメンタルにも影響を及ぼすんですよ。だからその後は学校の教育とかに携わりたいって思ってます。はい、なので何を伝えたいかっていうと、僕がなんだろう、皆さんの苦しみとか
悩みとかやりたいこと、目標というものを皆さんの分まで発信したいし、皆さんっていう、あなたっていう素敵な人がここにいるよってことを僕が全力で発信していくから、少しでも共感してくれるとか、自分も変わっていきたいとか思ってくださった方は、ぜひね、力を貸してほしいなって思います。で、何かしてほしいってわけじゃないんですよ。動画見て学べるものがあったら学んでほしいし、気づきがあったらそれを実践して、あなたが幸せになってくれることが僕の一番力になってくれてるんですよ。だからウィンウィンってことです。はい。だからね、人はいつからでも変われるってことを証明したいし、まずはね、あなたが幸せになってなりたい自分を実現するということを実現していきたいので、ぜひね、皆さんこれからもよろしくお願いします。そして今日はもう11時半まで本当に最後までご参加いただいてありがとうございます。いやー、最高の皆さんです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん、よかったら感想とかいただけるとすごく嬉しいなって思います。質問とかがあったら答えます。僕はね、優秀ではないんですよ、残念ですけど。でもね、やりきるんですよ。長期的に僕は絶対勝つので、勝つってこれ言い方合ってるかわかんないけど、つまり旗を振って前に進み続けるってことです。はい。実はね、僕9月中にチャンネル登録者 YouTube 1万人行きますって言ってるんですよ。進捗的にもうやばいわけですよ。全然うまくいってない、本当に。でもね、今週3くらいで更新してるんですけど、この行動の約束は僕絶対破らないわけですよ。はい。来月からもね、頑張っていこうと思ってます。で、大切なのはね、結果じゃないんですよ。この行動の約束を守っていると、じゃあ何が起こるかっていうと、行動して挑戦してたら、その挑戦が失敗したとしても残るものがあるんですよ。積み上がるものがあるんですよね。これ何だと思いますか？そう、人からの信頼ですよ。はい。なので僕いつも言ってるんですけど、目標の達成っていうのは、もちろん行動して目標の達成できたらもう120点満点ですよ。でも行動して目標が達成しなかったとしても、必ず人との信頼関係とか自分の中の知見とか技術というものは必ず高まっていくわけですよ。だから皆さん、安心して今できる行動を一緒にやっていきましょう。で、なかなか動けないよ、行動できないよという方は、ぜひ一緒に心を学んでいきましょう。実践していきましょう。はい、これだけです。大丈夫です。はい、一緒にやっていきましょう、楽しみながらね。はい、はい、ありがとうございます。皆さん大丈夫そうでしょうか？感想もね、送っていただいてありがとうございます。そうだ、もしよかったら今日のセミナーの感想を公式 LINE でもまた送っていただけるとすごい嬉しいです。僕ちょっと最近インスタグラムもコツコツとやって頑張ってるんですけど、ちょっとそちらで紹介しようかなっていうふうに思うので、はい、ぜひぜひ送っていただけるととても嬉しいです。はい、そして皆さん、今日は本当に夜遅くまでありがとうございました。はい、ではね、一回参加した方も無料相談会、今回参加者さん限定で応募させていただきますので、興味ある方はぜひぜひ今のうちに相談会希望って送ってみてください。はい、ということで皆さん、今日もありがとうございました。何か皆さんの中で明日からの気づきとか行動が変わるきっかけになるととても嬉しいなというふうに思います。はい、ということで皆さん、今日もありがとうございました。それではおやすみなさい。ありがとうございました。